まあ、本当に久しぶりのこのスポーツカーが発売されたということで、まあ、いろんな皆さんがね8力が出ることを待ち望んでいただろうし、そういう意味ではね我々はその乗ることの楽しさを伝えていかなくちゃいけない、こういうスポーツカーとかを流行らせていったりしなきゃいけない立場だから、まあ、今回 HKS がこの8力を使ってね D1 に出るっていう話をもらった時に、まあ、全く断る理由はないなと。今その日本の中でそのエコカーかファミリーカーかしか売れないというこの流れの中でこの8力を出すってことはかなりその賛成派と反対派が絶対トヨタの中にもいると思う。こういうスポーツカーをねトヨタが出してくれたことはねかなりの冒険だったと思うし、思い切ったことをしてくれたと思う。我々にとってはとってもいい風が吹いてると思います。トヨタの中での8力派、の応援の意味でも俺も自分で8力を1台買ったし、で8力を買ったからにはね、俺としてはこの世の中の8力を買って、これから8力ライフを楽しもうっていう人たちの見本になるようなねチューニングを自分の車でしていこうと思ってるわけ。8力を持ってますってことがねみんなからこう羨ましがられるようなこうステータスになるようなね空気感を我々は作っていきたいなとか思ってるし、ぜひね、みんなで86を買って、86ライフをねエンジョイしてほしいですね。